はい、どうも皆さんごきげんよう。チャンネル隊長の隊長です。ゆめです。ごきげんよう。はい、ごきげんよう。はい、キャラ変えてきたな。いまだキャラが定まらずという。前回かな、あれは。はい、前回なるのかな。前回なると思うよ。なると思いますか。うん、はい、スーパーオートバックス名古屋ベイで1万円角っていうのをねやったと思うんですけど、はい、まあ今から僕たち行くんですけどね。これ向こうで撮ればええんちゃう。いやもうここで撮っておきたい。時系列が、そうそう、時系列がもうぐちゃぐちゃでございますけどね。はい、今日はね、今からねスーパーオートバックス名古屋ベイで1万円企画をね、まあ、やるところなんですけど、今回はスーパーオートバックス名古屋ベイの中にビレッジヴァンガードが入ってるんですよ。知ってますよ。知ってます。なんか結構車系のおもちゃに特化してるよね。まあそう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 、ねスーパーオートバックス名古屋ベイの中にビレッジヴァンがあるんですよ。ビレッバン。ビレッバンがあるんですよ。ちょっとごめんなさい、ちょっと訛りが出ちゃった。うん、そう、ビレバンがあって、そこのね、ビレバンは、他のね、ビレバンと比べて、圧倒的にね、車関係のグッズが多いんですよ。うん、だからね、結構車好きが、行ったら喜ぶ、そんなビレバンナンバーワンでございます。まあ、そんなしょっちゅういろんなビレバン行かないんだけど。でも明らかに違うの分かるよね。うん。うん。明らかに車系多いんで。ということで、まあ、今からね、まあ、オートバックス行くんで、まあ、ついでにね、ちょっとビレバンでも1万円企画やりたいなと思います。ビレバン初だね。初ビレバンで1万円企画。ねえ、うん。なんか結構みんな YouTuber みんなやるやん。ああ、そうなの。めちゃめちゃみんなやってるよ。もう1万円企画イコールビレバンと言っても過言ではないぐらいみんなビレバンでね、大体みんなお買い物してんだけど。ビレバンかドンキみたいな。そう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 。もうそんなぐらい。だけど僕たち一切手つけてこなかったんで。ここらでちょっと YouTuber らしいことを一発かましとこうかって。そういうことだ。そういうことだ。というわけでかましていきます。うん、かましていきましょうね。かましていきます。頼もしいね。かましていきますよ。2万円企画にならないように注意してね。気をつけます。気をつけていきましょう。はい、それじゃあ、行ってきます。行ってきます。はい、スーパーオートバックスね、はい、着きました。はい、この中にね、ビレバンがあるんで、今からビレバンで1万円分お買い物したいと思います。オートバックスの方でのね、1万円って結構ね、結構なんだ、まあね、一個一個が高いから、うん、あんま数稼げなかったけど、うん、まあ、ビレバンだからね、どうなんだろうね。ビレバンはなんかいっぱい面白いもの買えそうな気がするよ。そうだね、じゃあ行こうか。行ってきます。イース先生の1、イース先生の3、イース先生の0。よし、ゼロとかありなの。え、ゼロありなの。え、ゼロあったことない。ゼロあったっけ。俺ビームあったよ。俺私あんまりこれやったことない。ないの。うん、ポンって叩くと1本入るじゃん。でこれ出すとこの3になって。あ、懐かしい。これわ、やろうやろう動画。あ、忘れた。あ、すいません皆さん、はい、帰ってきましたね。はい、そうで、何の動画だっけ。何の動画だっけ。あ、ビレバン。そう、ビレバン、ビレバン、ビレバン行ってきました。行ってきました、帰ってきました、ね、はい、今回も1万円近く買いましたよ。買いましたよ。いや、本当にね、もう大変だった。ビレバンで1万円って結構大変だったね。結構大変。なんだろう、欲しいと思うのでいくと、うん、高すぎて、うん、数個しか買えないんだけど、うん、じゃあちょっと欲しいものにするかってなると急に今度はさ、安くてさ、ものすごい大変になっちゃう。このバランス大変だったね。バランス大変。なんか高いものと安いものの差が激しすぎて、いやね、大変だったね。はい、はい、まあ、そんな中ね、はい、買ってきましたよ。買ってきましたので、それじゃあ行きましょうか。紹介していきたいと思います。はい、エントリーナンバー1番、究極のスパイス。これめちゃめちゃ気にならん、これね。究極のスパイス、どんな料理もこれを使えばとびきりうまくなる。唐揚げ、手羽先、ステーキ、焼き鳥、牛タンなどの肉料理から魚料理、スナック菓子まで。スナック菓子まで、スナック菓子まで。とにかく食べ物が美味しくなる究極スパイス。ペペロンチーノには特に合う究極のスパイス。399円。はい、ね、やばいよね。キャンプで使いたい。そうね、使いたいですね、これ。ちょっと開けてみよう。どんな匂いするんだろう、これ。手軽に名店の味って、めちゃめちゃ強気じゃない、これ。どこの名店なんだろう。店、え、ちょっと待って、なんかちょっと胡椒みたいな。インドカレー屋のサラダのドレッシング、うん、
かるかもしれない。ちょっと、本当だね、言われてみればそうだ。ちょっと待って、ちょっと、なめてみて。ちょっとなめ。美味しい、これ今僕の 手が名店の味になりました。名店の味。え、うまいぞこれ。あ、これ肉に絶対合うわ。これ美味しい。これ本当の、ね、牛肉を焼いてそこにパパってかけるだけで多分うまくなると思います。ちょっとこれ期待大ですね。これ今後にまた動画でやるかも。はい、じゃあ次いきますよ。いきましょう。焼酎タンブラー900円。はい、これは私の、まあ、焼酎飲まないんだけど、お酒飲む用の、はい、知らんです。はい、じゃあ次いきますよ。はい、あー、これか。あー、買ったね。そういえばビューティーズドライヤーホルダーですね。はい、これ普通にマジで家で必要だったやつ。1200円。マジでいるやつ、はい、マジでいるやつ。はい、じゃあ次いきますよ。はい、次はコカ・コーラパーカー。これからパーカーの季節だと。これからそう、パーカーの季節だからね。多分これで洗車とかするんやろって。ああ、そういうこと。これでキャンプ行くんやろ。あ、いいね。これに、あの、なんか上着ゴムゴムのやつ行くんやろな。なるほど。っていう感じです。今後も動画で出てくると思いますので、はい、はい、お楽しみに。今日ビレバンで買ったものの中で一番高いです。そうだね、これ私4200円ぐらいです。4200円ぐらいした。でもね、一番下よね、それで。はいはい、ということでこちらはですね、おしゃれなボトルオープナーでございます。はい、これ瓶の王冠をもうここでパシュって取って、おー、グビグビっていくやつで、ここで取ったの王冠はこの下に溜まってくっていうね。はい、もう酒飲みにはたまらんもんじゃね。あんまビンビール飲まない。そうなんだけどね。はい、でもなんかおしゃれだったから買っちゃった。そうですね。はい、ということでこちらが2800円です。結構するの。だから順位付けなら1番2番で3番4番5番5個しか買ってないの。今日5個しか買ってない。こいつのせいやん。絶対君が欲しいって言うから。買っていいって言ったの。おう。めっちゃ汚そうだったもん。だって買っていいって言ったの。すごいよね、目キラキラしながらさ、これちょっと高いんだけどさ、これ着てもいいとかなんだよ。いいよって言うしかないじゃないですか。もう優しい。いいよ、優しい。いいよ、今度ファンタにしてた。俺がファンタにしてた。めっちゃ嫌そう。めちゃめちゃ嫌そうな顔すんな君。ねえ、はい、ということでね、はい、今回ビレ版で1万円で買えたのはこちらでございます。はい、はい、ちなみにね、お値段、はい、こちらね、なんと11,599円でございます。ちょっと超えてる。これ買わんでもよかった。これ買わんかったらちょうどいいぐらいでしょ。多分そうだね、ちょうどどこいどこいかな。はい、いや、なんかさ、この間オートバックスの1万円とかやったじゃんね。はい、この間ついさっきね。動画的にはこの間オートバックスの1万円とかやって、やっ、ね、はい、今日ビレバンの1万円とかやったじゃんね、うん、1万円って意外と買えない。買えない、ね、うん、1万円意外と買えないわ。意外と買えないなっていうことに気づいたね、うん、そうですね、うん、はい、いや、でもなんか欲しいんだけど、こういう企画じゃないと買えないものってあったりするじゃん。あるね。まさにこれ、あ、そっち。2人してこれを言うと思ったんだけど。だってさ、動画じゃなくても買うやん、僕は。ね、動画でやるぞって言ってね、予算から切ったお金で買うとしたらこっちじゃないかな。そうですね。ですよね。そうです。ですよね。これはね、うん、やっぱ普通は買わない。そう、普通は買わない。いらんもんだって、普通は。でもあったら、あったらなんかおしゃれで乗ってきたいなみたいな、うん、そうそう、こういうなんかね、人生がね、無駄なものって必要なんだよ。そうなんだよ。いきなり深いこと言いましたが、どうしたの今日、酔ってんの？もう飲みますか？知らんです。知らんです。飲みますか？知らんです。というわけで、はい、ビレ版で1万円でした。はい、はい、またね、あの、やりたいなと思います。次はドンキかな。ドンキ。それではね、本日の動画ここまででございます。この動画が少しでもいいな、面白いなと思ってくださった方はぜひいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから Twitter、Instagram、ファンファンといろいろやってるので、よかったら概要欄から確認の上フォローお願いします。お願いします。お待ちしております。お待ちしております。
それじゃあ皆さん、ご安全に。ご安全に。バーイ。いや大丈夫、安心して。俺しょっちゅうしょっちゅうあるから、もうなんなら動画でこう喋りながらもカメラ探ってるから。嫁目回ってないって言われちゃう。ちょっと後で巻き直してみてみますわ。やだー。